ジーン・ストルーベン・ハリスは、アメリカ合衆国の教育者。ワシントン DC 郊外の女子校である、マデーラスクールの元校長。同国の心臓専門医であり、ベストセラー著者でもあるハーマン・ターノワーを殺害したとして、有罪判決を受け、世間に大きな反響を呼んだ。服役先のベッドフォード・ヒルズ刑務所での刑務所、改革運動に尽力したことでも知られる。 シカゴのプロテスタントの中流家庭で誕生後、1923年にオハイオ州クリーブランドに転居した。1945年にスミス大学を優秀な成績で卒業した。翌1946年に幼馴染みと結婚し、ミシガン州でドロイット郊外のクロスポイントに新居を構え、二次を設けた。中学校、高等学校、幼稚園などで教員として務めつつ、 二次を育てた。1965年に離婚、親権は寺院が獲得し、二次と共にフィラデルフィアに移住した。1966年に友人に誘われたディナーパーティーで、当時56歳のハーマン・ターノアーと出会い、次第に親密な仲となった。ターノアーは未婚ながら、医師として成功を収めており、独身貴族と言える男性であった。寺院は、 週末の度にニューヨーク州ウエストチェスター郡スカーズレールのターノワー、通い、時にはお二人で世界各地を旅行するといった日々が10年以上も続いた。1977年に上流階級向けの名門女子校であるマデーラスクールの校長に営転した。教員と異なる学校運営者としての職務によって寺院の心は次第に疲弊した。 そんな彼女にとって、ターノワーとの交際は、穏やかな時間を過ごすことのできる大切なものになっていた。ターノワーには他にも愛人がいたが、ジーンはそれを承知の上で、自分が一番の恋人だと信じていて交際していた。しかしターノワーは1970年代半ばより、若い未亡人であるリン、トライホロスと交際していた。リンはジーンより20歳以上、若い上、 ターノワーの委員で看護師兼受付係として勤務しており、仕事上でもターノワーと接する機会が多かった。彼の心は次第に寺院から離れて林に移り始めていた。1978年、ターノワーがダイエットについて表した書籍スカースディールダイエットが刊行された。この書籍はベストセラーとなり、印税は1100万ドルにも上り、 ターノワーの名声が高まった。ジーンも、現行の編集に協力したが、ジーンへの謝礼はわずか4000ドルであった。一方で、リン、トライホロスは、スカースデールダイエットの口絵写真に、ターノワーと共に掲載されており、ターノワーが、テレビやラジオのトーク番組に出演するようになると、彼はしばしばリンを同行させた。有名人として多忙になることで、 ターノワーはさらに寺院と接する機会が激減した。1980年には、ウエストチェスター心臓病協会により、ターノワーのために、格式の高い記念版参会が開催されることになった。ここでもターノワーは、寺院を招待せずに、リンを同伴することを予定していた。1980年3月10日夜、寺院は15時過ぎにマデーラスクールから帰った。 折しも学校では優秀な生徒たちが、麻薬使用の疑いで退学を強いられ、さらに職員の自動車が荒らされるいたずらにより、寺院は精神的に疲弊しきっていた。その時の寺院の様子は、後に彼女の秘書により、片足を墓穴に入れ、もう片方の足でバナナを踏んでいるようだったと証言されている。同3月10日、ターノワーは自宅でパーティーを開催した。リン トライホロスは客としてターノワーに招かれていたが、ジーンは招かれていなかった。21時過ぎ、ジーンは以前から護身用に所持していた回転式拳銃を手にし、ターノワーの家を訪ねた。玄関の扉は閉まっていたが、車庫の奥の扉がいつも開いており、そこからターノワーの寝室へ通じていることをジーンは知っていた。リンを含む、 パーティー客たちはすでに帰宅しており、早くに就寝する習慣のあるターノワーは、寝室で一人で眠りについていた。やがて銃声と悲鳴が響き、それを聞きつけた、使用人がターノワーの部屋へ駆け込むと、そこでは、ターノワーが銃弾を受けて、瀕死の状態で倒れていた。警察が駆けつける中、すでに車で駆け去っていた人員は、ターノワー家へ引き返すと、 警官に対して自分が撃ったと告白した。同日深夜にターノワーは死亡し、寺院は殺人容疑で逮捕された。同1980年11月21日、ニューヨークで寺院の公判が開始された。検察側は、もう若くない寺院が、若い愛人であるリン・トライフォロスへにターノワーを奪われた、嫉妬心からターノワーを殺害したと指摘した。 これに対して、寺院自身はターノワーへの殺意や林への嫉妬を否定し、彼の目の前で拳銃自殺するつもりであったが、ターノワーが銃を奪おうとし、奪い合いのうちに銃が暴発し、ターノワーが死に至ったと説明し、事故死と自分の無罪を主張した。弁護側は、寺院が戦術のような仕事での行き詰まりから心を病んでいたことを示唆し、自殺説を裏付けた。しかし検察側から、 ターノワーが撃たれた後も銃に弾が残っていたにもかかわらず、なぜ寺院は自殺しなかったかと問われ、寺院の弁明は説得力を失った。ターノワーが暴発で撃たれたにしては、銃弾を4発も受けていること、背に銃弾を受けていることも疑問視された。また寺院が一旦ターノワー家を去ってから、警察が到着してから、ターノワー家へ引き返したことを、 人に見られずに逃走しようとした後、自分がターノワー家にいたことが警察に暴かれると考え、身の潔白を証明するために引き返したと解釈する意見もあった。逮捕時に警察に対し、ターノワーが手当たり次第に女性と関係を持つと言って、もううんざりと叫んでいたとの証言もあった。そして、寺院がターノワーに宛てた手紙が決定だとなった。この手紙の中では、 ジーンは恋敵であるリンのことを、横島ナバイタと呼び、不平や不満、リンへの屈辱と嫉妬、ターノワーへの激しい怒りが書かれており、その長さは、便箋12枚に及んでいた。この内容について、リン、トライホロスに対する侮辱の言葉、財政的な細部に関するパラノイア的な変質、おぞましいほど哀れな悲劇の言葉で満ちているとする書籍も、ある。この手紙はジーンを、 復讐心からターノワーを殺害する目的であったと見なす重要な証拠品となった。祝女として振る舞う寺院は多くの売信員からターノワーに裏切られた女性として同情を寄せられていたが、この手紙により寺院を疑い寺院の殺意を信じる売信員も現れていた。1981年3月20日の判決により寺院は 第2級謀殺罪で有罪を宣告され、15年以上の不定期刑を言い渡された。それでもなお、寺院は無罪を主張し続けていた。後半の日数は14週間に及び、ニューヨーク州の裁判史上でも、有数の長い裁判となった。ベッドフォードヒルズ刑務所有罪判決を受けた寺院は、直ちにニューヨーク州のベッドフォードヒルズ刑務所に収監された。 裁判所での判決時に判事は、寺院が有能な女性として受刑者の力になると信じているとの胸を述べた。その言葉通り、服役中の寺院は刑務所改革運動に尽力し、刑務所での時間の大部分をボランティア、執筆、読書に費やした。寺院は、教員としての経験により、受刑者が釈放後に職に就けるよう、教育が不十分なもの。 虐待を受けている者に対し、高卒相当の資格を得させるために、個人的に教育を施した。子供のいる受刑者のための配慮として、育児センターの手伝い、子供たちの奨学金のための資金を調達。受刑者の子供が面会に来た時に母子が共に遊ぶ、ことのできる施設、チルドレンセンターの開設にも尽力した。また文学的才能も活かし、 受刑者が子供から送られた手紙をまとめたものや、受刑者たちの過酷な状況、服役中の体験を綴った自伝などを執筆し、Zay Always, Call Us ディ a d i e s Stranger in Two Worlds など、計3冊の書籍を刊行した。これのうち、Zay Always, Call Us ディ a d i e s では、鋭い観察眼と熱い語り口により、刑務所の歴史と犯罪の社会的かつ、経済的原因について、 詳しく論じ、刑務所内の生活を鮮やかに浮き彫りにした。1988年には、ABC テレビの番組に出演し、受刑者たちの悲惨な扱いを訴えた。一方でジーンは、刑務所の受刑者にとっては異色の存在と言えた。最重警備刑務所であるベッドフォードヒルズ刑務所では、面会室でもアクセサリー着用を禁じられていたが、ジーンは、雑誌の面会では、写真を撮るなら、 ネックレスをつけると言って、真珠のネックレスを着用した。懲戒処分を受けた数は誰よりも多かった。またターノは殺害の疑惑については、悪いことをしたと認めながらも、計画的殺人ではないと主張し続けた。前述の著書、ストレンジャー・イン・ツー・ワールズでも、後半で認められることのなかった無罪の主張を改めて繰り広げた。 1982年の ABC テレビの極中インタビューに対してはターノワーへの愛を涙ながらに訴えていた。1992年、心臓バイパス手術を受けることになったため、当時のニューヨーク州知事であるマリオクオモから恩赦を受け、翌1993年に釈放された。2012年12月23日、コネチカット州ニューヘイブンの老人施設で、 万89歳で死去した。マデーラスクールは、ジーンは受刑者の女性たちとその子供たちに多大な貢献をしたと称え、その死を悼んだ。ジーン・ハリスの後半は、被告であるジーンが品位ある名門校の校長、被害者であるターノワーが、ベストセラーの著者と、共に高学歴かつ裕福である著名人とあって、開始当初から、マスコミの注目の的となった。 14週間に及ぶ後半の間、新聞では一面で報じられ、世界中の新聞記者とテレビカメラが法廷に殺到して寺院を捉えた。ターノワーに多くの愛人がいたことが明らかになると、女性の嫉妬による上地座だ、上流階級に起きたち生臭い事件として、さらにマスコミの格好の餌食となった。後半が進むにつれて、報道は熱を増し、 ジーンのことは、有名医師が若い女に乗り換え、老女が見捨てられたと報じられ、報道でのジーンの扱いは恋愛ドラマの主人公、さながらであった。ニューヨークタイムズ誌では、これまでで最もセンセーショナルな裁判の一つと報じられた。ジーンは、本職の立場上、人目にさらされることや多くの人々の前での発言に慣れていたため、有罪判決を受けるまで、 気高く冷静な女性として振る舞っていた。自分が不当な扱いを受けていることや、事件そのものや弁護士のあり方などを、マスコミ相手に直接語り続ける寺院の姿は、マスコミからは、スターのように祭り上げられていた。真面目な女性が悪い男を愛したことによる悲劇として、寺院は世間の同情を集め、真摯な態度での受け答えも、世間の指示を得た。しかし時には、 テレビや新聞で、ダイエット医師常習者、名門の虐殺者などと報じられることもあり、アメリカの男性誌、ハスラーには、シャロンテート殺害の犯人と寺院が並んでいる漫画が、掲載されていた。ターノアの著書、スカースデール・ダイエットは、この事件の影響により再び注目を集め、ベストセラーチャートを急上昇した。しかしこの書籍によるダイエット法は、内臓疾患の患者のために、 死亡や塩分などを控えさせるという医学的なアドバイスを元にしたに過ぎなかったため、十数年後には跡形もなく姿を消す結果となった。この事件は著名な作家たちにも注目され、犯罪学者のシャナアレクサンダーや文芸評論家のダイアナ・トリリングらが寺院をテーマとした著作を出版した。2005年にはこの事件を元にしたテレビ映画ミセス・ハリスが公開され、 女優のアネット・ベニングがジーン・ハリス役を演じた。ありがとうございます。